最後のゲートインです。これで8頭のゲートインが終わりました。スタートしました。いいスタートは2番のミルテンベルクです。やや4番のラストボーンは後ろから、さあ2番のミルテンベルクを今度は5番のドナビーナスかわしていきました。引いた2番のミルテンベルクは2番手からの競馬、その後ですが3番の アマニンアラクリアが追走しています外からは8番ジャコ結び間7番のカバラ内から勢いよく1番のデアパーディタが先段目開けて進出を開始その後に7番のカバラという体勢になりましてそのさらに遅れたところゼッケン6番をつけましたユイのしびれ薬さらに大きく大きく置かれまして4番のラストボーン一番後ろから少し置かれています34コーナー中間600切りました前半の600は35秒1で通過しています5番のドナ・ビーナスのペース外からすっと接近2番のミルテン・ ベルク第4コーナーカーナカブかから直線に向かいましたそして3番、ヤマニン・アラクリア内から1番のデア・パーディタさあ直線に向かって今度は内外離れての追い比べから今度は2番のミルテンベルクミルテンベルクほとんど手は動いておりませんかわしにかかります残り200を通過そして内は5番のドナ・ビーナスですその後は開いてデア・パーディタ3番のヤマニン・アラクリアです少し気合をつけた2番のミルテンベルク突き放した3馬身のリードミルテンベルク先頭で五輪2着は5番。 ナナビーナス、3番手、デアパーディタその後に3番のヤマニン・アラクリアと続いております。